こんにちは、メルヒオール役を演じます志尊淳です。出たいと思いました。ストレートの舞台をしっかりと踏んだ経験がまず少ないですし、古くから戯曲としてあるものをやるのが初めてなんですよ。白井さんとやらせていただく、しかも主演としてやらせていただくっていうことで、やるからには楽しんでというか、白井さんのお力を全面にお借りしてやれたらなというふうに思ってますね。今回演じるメルヒオールという役柄はですね、ギムナジウムの中でも優等生って言われている方の役柄で、すごく理屈っぽいというか、年の割には知能が働く、まあ、勉強以外の例えば性のことに関してだったりとか、あとは人との交流、親の時に抱える葛藤であったりとか、少し大人びた部分もあれば、好奇心に勝っていろいろこう発信していく部分もあるっていう役柄で、まあ、まだ稽古はしてないので、どのような深みがあるのかっていうのはまだ発見できてはいないんですけれども、若いからこそ感じるものっていうのも、そのエネルギーをしっかり出していけたらなと思ってます。別に何か作ってるってわけ？僕、白井さんの作品を何本か見させてもらってるんですけど、基本的に僕舞台とか見るとき役者目線で見たりとかっていうのは一切しなくて、作品を楽しもうっていうスタンスでやってるんですけれども、でも毎回これ出たかったなって、白井さんとお仕事した方とそれを話聞くたんびに、うわーってこうすごいくすぐるものがありますし、それと同時に厳しいからねっていう、今回に関して僕はもう何も失うものはないという気持ちでぶつかっていけたらなというふうに思ってますね。この作品の中でいろんな人が抱えてる思いっていうのは共感できる部分であります。僕たち世代の人が見てもやっぱり、ああ最初はこういうふうに思っていたような、こういう思いを抱えていたようなっていう部分もあると思いますし、親の世代の方から見ても、あ子供ってこういうふうに思っているんだとか、あこういう返答がこういうことを招いてしまったのかとか、なんかいろんな解釈があると思うので、なんか逆に僕はこの戯曲をこう現代だからこそ見てほしいっていう部分はありますね。僕京都に2度ぐらい行ったことあるんですけど、それは仕事ではなくて、大阪で昔舞台をやっていた時に休演日に京都に行こうっていうことで京都に行かせてもらったんですけど、やっぱり京都といったら街並みとお寺であったりとか、あと僕すごく甘いものが好きなので和菓子をたくさん食べたなっていう印象がありまして、でなんかこう僕東京出身なんですけど、京都のイメージといったらもう街並みが全てあんな感じなんじゃないかなっていうずっと思っていたので、すごくああいう情緒がある街っていう印象なので、そこで今回舞台をやらせていただくっていうのはすごく自分の中で新鮮なことだなというふうに思ってますね。今回春の目覚め京都公演をさせていただくことになりました。僕自身京都で、舞台をやらせていただくこと、お仕事をさせていただくことが初めてなので、すごくワクワクしております。ぜひ皆さん、京都の劇場に足を運んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。